ほまるやほまるやほまる。ちょっとここ民家であんまり大きい声で喋られへんから、今日はひそひそボイスでお送りします。私今日はある場所に来てるんやけど、ずっと来たかった場所で、何がいるかというとね、今日は2メーター超えの淡水の怪魚がなんと、じゃじゃーん、こんなところにいてます。で、今からその2メーター超えの怪魚を実際に間近で撮影していこうかなと思ってます。で、その怪魚がめちゃめちゃ面白い生態しててさ、とりあえずまあじゃあついてきて、こんな感じですよ、こんな感じ。これはやっぱりすごいわ。ただのこんなね、めちゃめちゃ浅い水路なんやけど、ここに2メーターを超すような大きい怪魚が潜んでいます。見ていきます。よし、やってきました。潜入しました。やばい、もうすぐだよ。近くにおるから。みんなおびき寄せていきたいと思います。おびき寄せ作戦で、おびき寄せ作戦に持ってきたものがこちら、このパンストくん。そいつの好物がこれ、これで、まあでも結構匂いするわ、きつい。これこうやって入れました。ちょっとすりつぶして微生物を出します。ちょっとだけ匂いをね、ちょっと出すためにこうやって破りました。こんな感じで置いてます。多分今匂いがいってるはず、匂いが。匂いの元に来てるやん、私がやった。ほら、ちょっと待って、ちょっと待ってください。あそこが穴か。ねえ、今回私が見に来たのはオオウナギっていう怪魚。全長が2メーター、体重20キロでね、この太さ、直径っていうの、胴の太さが成人男性の腕より太いっていう、20センチぐらいある、めちゃくちゃぶっといウナギなんやけど、日本のどこにでも生息してるっていうわけじゃなくて、一部の地域で生息してて、あの天然記念物にも指定されてる場所があったりして、結構ね、見たくても見れない、なかなかお目にかかれないね、
超レアな魚、ね、ここのうなぎはこの近隣の人にすごい可愛がられてる魚で、めちゃくちゃ人慣れしてるっていう、だから私も今回こんなに近寄って見ることができてます。で、一応釣ったりするのは絶対ダメなんだけど、今回は撮影させてもらってます。一応許可も取りました。では水中映像を見ていきます。おっと、ここで餌が入りました。うわぁ、もううなぎがいきなり寄ってきたね。すごい。なんかね、一応ここは魚肉ソーセージの餌をあげてるみたいで、結構それに反応がいいみたい。でも普通はカニとかテナガエビとか甲殻類。うわぁ、すっごいアップ。めっちゃ食べてる。そうそう、見分け方があって、普通のうなぎと大うなぎの違い何って言ったら、みんな見えるかな、この胸びれがあるかないか。大うなぎが胸びれがあるっていうのと、あとはこの体表のまだら模様、黄色と黒となんか茶色みたいなちょっと変わったまだら模様、この模様が大うなぎの模様らしい。すっごいアップやな、めっちゃ寄ってくんな、めちゃくちゃ人慣れしてる。日中は岩陰とかに潜んでるけど、夜になったら夜行性で餌探して泳ぎまくってくるみたいな感じで。そう、でもここはね、本当に餌の匂い嗅ぎつけてすぐね、あの穴から出てきたよ。うわ、ちなみにこの子たちは皮がめちゃめちゃ硬いらしく、分厚いし硬いし臭いしで、食用には全然向いてないんだって。あと寿命が40年ぐらい生きるらしい。すごい長生きよね。うわ、いいところに。で、これうなぎのすごいのが、あの今ちょっと取りづらかったけど、だいぶ近くでおるから警戒して取りづらかったけど、普通にこの大うなぎっていうのは陸を張って餌取りに来たりするね。で、うなぎって、この大うなぎって皮膚呼吸やから、水中じゃなくても息ができるわけよ。だから体が濡れてさえすれば、全然この陸地とか砂利とか全然普通に道路とかも歩けんねん。で、30分、最大で30分ぐらい、あの陸の上で生活できるらしい。こう歩くことができるらしい。やばくない？めっちゃ。で、めっちゃ、それこそめっちゃ感動したのが、夜とか寝るんやけど、天敵がまず少ないんやって。だってあんだけ大きいし、こんなぶっといし、皮もめちゃくちゃ厚いから、あの天敵がまずおらねんって。で、普通のうなぎとかやったらサギとか鳥に食べられたりとかね、いろんな敵がおるんやけど、そういうことに襲われるリスクがあまりにも少ないから、あのお腹をね、魚らしくね、お腹を 上に向けて寝たりとか、もうめっちゃリラックスして寝たりする。すごいな、なんかな、可愛らしい性格やねんって。ちょっとなんか野生の動物としてはだいぶ鈍ってるというか、そういう一面もあるらしい。あんな怖そうな見た目やのに。あとはめちゃくちゃ鼻がいいから、それこそだから餌をちょっと離れたところに置いてて、数分待っただけでこうやって遠いとこからでも嗅ぎつけてくるとか。で、やっぱりそのうなぎが出てくるのにすごい条件としているのが雨。やっぱ雨やねんって。で、その陸地におるカニとかがおんねんけど、そのカニを食べに来んねん。で、なんでその陸におるカニを食べれるかって言ったら、何やと思う？そう、雨なんよ。雨降ったら、その雨がカニ、こう、あ、カニの上雨降るやん。で、その水、雨降った水が溶け出してこう川に流れるやん。で、その匂いを嗅ぎつけてカニの居場所を見つけたりするの。それもすごい感動じゃない？めっちゃ鼻ええやんみたいなさ。すごいすごい、ほんまに大うなぎってめっちゃ面白い性格してね。
では史上初大うなぎに手で餌をあげてみたいと思います。さあ、いきなり顔をこっち向けてます。餌に興味津々。さあ、ちょっと手、私手震えてるけど。さあ、食べるんだ、食べるんだ。いけ、いけ。怖い怖い。怖い。めっちゃ見てるから。奥のやつがめっちゃ見てる。いや、手前もめっちゃでかい。手前の方が大きい。怖い怖い怖い。躊躇してます。躊躇してます。食べようか食べないか迷ってます。さすがに素手では食べないか。さすがに素手では食べないか。さあ、来い。さあ、これ、うわー。食べた。成功した。成功した。食べた。食べた。私のウインナー食べた。私のウインナー食べた。ちょっと待って、えぐい。私のウインナー手で食べた。どんだけ。この大うなぎなんやけど、小さいうちは身を守るためにこの川の一番上流まで上がっていくんやって。なんか水がこう流れてない道路とかも渡って、もう滝もな、もう登っていってみたいな。でも一番大きい滝がバーって流れてる、ほんと一番山の頂上まで上がっていったら、もうその下の水溜まってるところで何年もずっと息潜めて、静かに大きくなるまでそこで生活するんやって。で、大きくなって強くなったらこうやって下に降りてきて、ここで生活するっていう感じらしい。で、大うなぎの産卵場所なんやけど、実はこんな水路の、淡水の水路でいてるのに、産卵するときは顔が変わって、そのなんていうの、この顔とはまた違う海用に変身パーンってして、目がすごい大きくなってみたいな。で、そういう顔に変化してから、もう深い海のとこまで行って産卵していくっていう感じらしい。すごいなと思って。もうこの大うなぎってね、すごくない？本当に。ということで、今回は大うなぎを見てきました。では次回お会いしましょう。おつまる。